カノコガは臨時目一人ががカノコガ赤に属するガの一種。体に比べて、羽はやや大きいが、これを捕獲して、一般の人に見せて、ガだと言っても信じてもらえないような、およそガとは思えない風貌をしている。双帯泥鉢に擬態しているとされる。羽に触れると、臨粉の模様がハンコを押したようにそのまま手につく、ことからハンコ蝶とも呼ばれる。 低い位置をゆっくりと飛ぶので、飛んでいるところを捕まえることもできる。成虫の姿は可憐だが、幼虫の姿はいわゆる毛虫である。黒い体に節ごとにたっぷり毛を生やした見た目は、毒毒しいが、毒針は持たないとされる。黒い羽にやや大きめの白斑をつけ、全体的に黒い体の腹節の一部は黄色くなる。また触覚が細く、蜂のような姿である。 もちろんガナので刺すことはない。名前の由来は、羽の蚊の子模様。腹部が大きいものがメスである。食草は白爪草、タンポポなど。ただし新鮮な葉は好まないようである。幼虫は黒く、節ごとに黒い毛が生えている。年2回発生。初夏から夏にかけて見られ、中高生で急密などを行っている。ありがとうございます。